ンネル。内定チャンネルの島袋です。鈴木美優です。鎌本です。本日のゲスト松村さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。早稲田大学商学部4年の松村正と申します。本日はよろしくお願いします。お願いします。松村さんはどこの内定を持ちなんですか？ファーストリテイリングのユニクロです。ユニクロですね。はい、ありがとうございます。まず受けたきっかけって何だったんですか？受けたきっかけはもともと金融業界見ていて全く見ていない業界だったんですね。その中で理由が2つあって、1つが一番親しい先輩が働いていたっていうところと、2つ目が年収がすごい高かったところです。あ、そうなんですね。はい、じゃあそれは年収チャンネルの方で、はい、年収が高くて親しい先輩が働いてたからなんとなく最初ちょっと受けてみたと。で、実際受けようと思ったらどういう選考フローだったんですか？選考フローは結構長くてですね、まずエントリーシートはなくて、ウェブテストを受けたら、面接が2回ありまして、その後もう1回テストを受けさせられて、でその後人事セッション、役員面談、人事面接っていうのを経て最終面接です。長いですね。長いです、なんかそれぞれ簡単にどんなことを話したのかとか聞いてもいいですか？はい、最初の、面接2回は割とオーソドックスで、志望動機、学生時代頑張ったこと、趣味とか割とそのフランクな内容もありました。志望動機聞かれた時、はい、親しい先輩がいたからだけだとちょっときついですよね。そうですね。今なんて答えたんですか？志望動機は文化を常識を作りたいっていう風な志望動機で一点張りで行きました。なるほど。ユニクロの企業理念が服を変え、常識を変え、世界を変えるっていうもので、その中でその常識を変えるっていう部分に共感しましたっていう風な言い方をしてました。常識を変えたかったと。はい、一応常識を変えたいですっていうので、志望動機として伝えたと。はい、その中でなんかいろいろ自分の原体験とつなげて、これって常識変えてますよねってことで、これってユニクロじゃないとできないんですよっていう風な言い方をしてました。なるほど。で、2回の面接を通過したと。はい。で、その後どういう感じだったんですか？その後が、テストをやらされて、これウェブテストなんですけど、それが終わると、人事セッションってもので、これは選考とは関係ないですよと言われてあるんですけども、結構人事の方が見てるなっていう雰囲気で始まって、でその後ユニクロってこういうものなんだよねっていうのを改めて説明してもらった後に、質問ありますかとか、それ3人で受けたんですけど学生が、その中で自分がユニクロと共通点を感じる部分を一人一人発表するっていう形式でした。じゃあその見てないですよって言われてたけど見られてたと思うって思ったのは何でですか？まず人事の方が2人いらっしゃって、1人説明される人事の方がいて、もう1人パソコンで議事録を取ってる方がいたので、これ評価されてるのかなっていうふうに感じました。あ、なるほど。じゃあそこは必ず通過するけどその後に響いてんだろうなっていうことですかね？あ、そうです。そこで態度悪かったら通過されるってことですねのかなっていうふうに思ってました。なるほど。でもそんな状況だったらなかなか態度を悪くなれないですよね。そうですね、今なる必要もないですけど共通点を感じた部分っていうので、結構なんかパッてみんな言っちゃってたんですけど、こう見られてるのかなと思ったんで、なんか面接のようにロジック組んでやる風には意識してました。なるほど、なるほど。その後どういうフロアでしたっけ？が役員面談で、これも人事セッションと同じで、見られてないよっていう風に言われてるけど質問をされて、面接なのかなこれはいうのが終わったら、やっと人事面接になりました。じゃあその面談も見られてないよって言いつつ評価してるみたいな感じなんですね。のかなというふうに。落とされる人はいないですね。いないです、見てないよって言って落とされたらひどいですね。はい、で見てないよっていうのを2つ続けて最後満を持して面接だったんですね。その通りです。そこで何聞かれたんですか？そこでは、1次と2次と変わらないのが、もちろんガクチカと志望動機で、あとはもっとその原体験をパッて言って終わりだったんですけど、それってじゃあどういうふうに思ってその行動を取ったのかっていう、もっと深掘りの部分まで結構長かったですね。時間は40分ぐらいで、二次面接が終わった後、役員面接です。そこは何話したんですか？逆になんかフランクな感じで、結構君どういう子なのみたいなのが中心になった後で、学生時代もう一回やって、でそれが志望動機につながってみたいな話で、拘束とかもあるじゃないですか企業によっては。でもユニクロの場合は全くなくて、合格ってだけ言われて後で連絡するからで終わりました。いやー、なんか聞いてるだけでも大変そうだね長いですね。長いですね。よく乗り切りましたね。 ありがとうございます。お疲れ様でしたありがとうございます。はい、それぞれの面談面接でいろんな観点あると思うんですけど、一貫してこうどういう学生が
求められてるかとか最後ちょっと教えていただけると、あの就活生も参考になるんじゃないかなと思うんで。分かりました、お願いしてもいいですか。はい、自分的には重要な点が2点あるかなと思ってまして、うん、1点がまずリーダーシップを学生時代頑張ったことで言えるかってところだと思います。うん、採用の名前がまずグローバルリーダー採用っていう採用形式で、うん、その中のリーダーシップを発揮した経験はみたいなこともたまに聞かれるんですね。だからまず自分がリーダー的存在であることが大事なのかなっていうふうに感じました。で2点目が一貫性です。これはなんかあの実際に働いてる先輩から聞いたんですけど、最初から最後まで一貫性を持つことが一番重要だっていうふうに聞いて、僕も志望理由を変にカッコつけずに、まあ、常識を作りたいって一点張りで言ったので、まあ、それが良かったのかなっていうふうに感じました。なるほどですね。じゃあちょっと視聴者の皆さんは常識を作りたいはちょっと真似しないでください、ね。はい、じゃあ本日はここら辺でありがとうございました。ありがとうございました。